ブレダ BA-201 ブレダ BA-201 ブレダ BA-201 はブレダ社により第二次世界大戦中に設計、製作されたイタリアの急降下爆撃機である。大戦前のスペイン内戦や第二次エチオピア戦争期間中に見せた降下動率と高い成果を知っている者誰しもにとってイタリア王立空軍が効果的な爆撃機の開発にあぐねていることは驚きであった。 空軍の第二次世界大戦最初の1ヶ月の戦果は、惨めなもので、100km 以内の距離にある戦機の敵爆撃機、基地であるマルタの戦力限退にも失敗したほどで、あった。その理由の一つは急降下爆撃機や、効果的な地上攻撃機に書いていたことであった。ブレダ BA-88 は、失敗作であり、カプロに CA-310 は、役に立たずに、 フィアット CR-32 戦闘爆撃機にとって変わられた。もう一つの失敗はサボイアマルケッティ SM-85 級効果爆撃機であり、これは後継機の SM-86 の評価試験が完了する前に引き上げられてユンカース1 87スツー過に代替された。 1939年に最高速度が単発機で時速5 0 0トル、双発機で時速4 5 0トル、爆弾5 0 0ラム搭載時に、航続距離が単発機で1 2 0 0トル、双発機で2 4 0 0トルという仕様の急降下爆撃機の新たな競争施策が発せられた。双発機への提案は一機種のみで、このピアジョ P122 は全金属製、 胴体背面のエアブレーキ、2機合計で 1491kW を発生する、ピアジョピーク CRC40 エンジン装備という、機体であったにもかかわらず、強豪機が存在せず任務不適合と判断されて製作すらされなかった。単発機は2機種が提案され、1機がカプロに CA-335 系爆撃機から派生した1941年1月初飛行の、 タンザの CA-355、別の一機がブレダ BA-201 であった。BA-201 は引き込み可能なオりに式、膠着装置を持つ全金属製の型持ち式低翼単容器であり、逆ガルウィング形式の主翼のスプリットフラップは、ダイブブレーキの役割も担っていた。低い位置に水平尾翼を配された胴体は細く、パイロットに良好な視界を確保するために、 コックピットは可能な限り機体前方よりに位置していた。急降下性能は満足いくものであり、ダイブブレーキは非常に効果的であることが分かった。一発の 500kg が搭載可能であり、2兆の 12.7mm ブレたセイファット機関銃を主翼に装備していた。出力 895kW のフィアット A38、716kW のイソッタフラスキーに、 DFL121 より高出力で 839kW の急ったフラスキーニーゼトラなどが検討された後でそのコンパクトさと自由度の高い急降下飛行が可能な燃料直接噴射を買われてダイムラーベンツ DB601 エンジンが選択された1941年7月3日に初飛行を行った試作機はその後公式試験のために グイドーニア・モンテチェリオへ送られた。BA-201 は爆弾投下後であれば、その他のイタリアの戦闘機を抑え込めるほどの十分な臨床性を発揮してみせたが、最高速度は要求された時速 500km よりも低速の時速 460km しか出せず、これは古めの第一線の戦闘機よりも若干遅い値であった。 敵戦闘機に対する防御能力はほとんど持たず、爆弾投下後をあなす術がなかった。前方視界は良好である反面、後方視界は悪かった。ユンカース 187D と比較すると、187の最高速度は時速 410km でしかなかったが、連想の新しい毎分3200発が発射可能な 7.92mmMG81。 Z 機関銃を装備していた。これにより、187の後部重種は大きな防御力を持つ一方で、BA-201 のパイロットは独力で何とかしなければならなかった。同じ DB-601 エンジンを搭載したレジアーネリ2001戦闘爆撃機は、約時速 550km の速度を発揮して 640kg の爆弾搭載量を確保していた。 開発計画が放棄されるまでに試作初号機の MM451 に続いて制作されたのは1機のみであった。出展、タファトア初言性のオーブソありがとうございます。